良い子のみんな、おはようございます。永田です。1週間とちょい前くらいにマッチングに修正入りましたね。それまでダブル A 体にもかかわらず B 体だの C 体だのとしょっちゅうマッチしてたのが、修正後同じくダブル A 体で30戦くらいやって3、4回ぐらいに収まったのかな、 A 体以下と当たるのは。まあ本当にマッチングシステムちゃんと機能してる感じですね。休日とかはやってる人の関係で、まあどうしても人口が多くなるから、まあもう少し下の方と当たっちゃう時はあるけど。さてこのマッチング、実に賛否両論ありまして、ちゃんと強い人とマッチングするから身が入るぜな健全な方から、ちょっと強い人と当たりまくるのは疲れるような方、もう全然その言い分わかる。みんながみんなガチ戦好きじゃないからね。ってな感じの、まあ、ツイッターとか見てる限りその両方に分かれてる感じなのかな。まあ、各言う自分はもう修正されたもんは仕方ないし、おもちゃ発掘も楽しかったけど、まあ、それは一旦お休みして、まあ、本腰入れてやるべえってな感じで、ガチキャラのクスイのレベルアップを目指して対戦してきました。そしてそのまま実況に入る自然な導入。それなりに時間は経ったがあまり状況は動いておらず、強いて言えばこっちがちょっと食らってるぐらいか、まあまだ五分といったところ。ダブルオガンダムとクスイの次元強化対決でなんとか引き分けに持ち越したいが、向こうがライザー終わるがこっちも解除硬直、再びお互い生状態になって、ここは油断したガバイ着地からアレルヤでしっかり取られていく。置き攻めは通されたくないアメキャンで静かに着地して、相方も少し減ってますね。こういう時のレジェンドなかなか硬い。レジェンドのファンネルで動かされつつ、ダブルオの弾を避けていく。ミサイルは当たらず、お互いちょっと挟まれているので視点変更を目まぐるしく行きながらも、向こうのダブルオライザー再びかぶって、途中で脱いだから早めに溜まったのかな。こっちも同タイミングでミノフスキークラフト、レジェンド減らしたいね。お、レジェンドが相方の攻撃で少し減っているので行こうと思ったらゲルビフ防がれてしまうが、 M 角でなんとか詰めていく。レジェンドもしっかり避けてあがかれて、ここだいぶしょっぺーダメージになったんだよな。まあ、いつも運ゲーで美味しい思いさせてもらってるミサイルやファンデルミサイルだけど、今はちょっとよろしくない方向に働いちゃったね。ダブルオーが詰めてきて、元気な横角前角で落とされてしまう。今の当たっちゃダメだね。復活して、まあ、ここから再び食らいたくない。相方の L 角も溜まってるから吐いてもらったら、こっちも再び M 角を使えるといったところ。おー、食らっちゃった。ここは2オン2不足ですね。相方に L 角使ってって言えば、今の多分使ってもらって、まあ、ブーストも回復して、しかも覚醒も溜まったってあれだから、そこで避難したかったと思う。これはね、良くないね、非常に。ちょっと2オン2力が足りなかった。向こうのレジェンド覚醒するが、ここでレジェンドにダメージを与えないともう、やばいので、ダブルを相方襲われているが、もうここは本当に頑張ってくださいと。前角からの攻め系を選択してそのまま殺そうと思ったが、相方がやられてしまった。申し訳ない。でも最後意地でもレジェンドを殺そうとしてたあの姿勢は、まあ我ながら良かったと思う。ちょっと前の俺だとね、変に助けに行ってそれこそマジで勝てないってのになってる可能性あったからね。はい、次行きましょう。2戦目も相方引き続きレオシグ君のガブスレーですね。この日同じゲーセンにいて、まあ、同じ YouTube 投稿してるから、まあ、なんか面白い機体でも探すかみたいな感じで、俺ちょっとペーネロペを使わせてもらったんだけど、まあ、このマッチングで、まあ、俺のにわかもにわかなペーネロペも勝てるはずもなく、じゃあ今日はね、まあ、ガチでやろうぜみたいな感じで、まあ、クスイ選んで、相方はガブスレ選んで、まあ、すごいね、充実してたね。まあ、お互いたくさん喋って、あそこ行くだこっち行くだ覚醒使うだなんだこうじゃみたいな。まあ、俺どっちかというとガチ戦が好きな寄りな人間だから、まあ、すごい楽しかったです。さてゲロビはフリーダムに当たらず、そろそろミノフスキークラフトも切れていく。まあ、安全に切れたね。そのままニューガンダムに詰めていきたいが、ニューガンダムで今食らったアシストもそうだし、ちょっと油断してるとめちゃめちゃ強くなった CS とかにしばかれちゃうんですよね。あの CS 俺の見立てだとね、ストフリよりちょっと強いような気がしなくもないんだよな。まあでもなんかニューガンダムが強いってね、なんかこう許せちゃうの良くないんだよね。一回ね、ニューガンダム廃入でもいいけど、アムロにね天下取ってほしいんだよね。天下っていうか、その環境上位か。アムロ環境上位やっぱネクスト以来ないからな。
出したメッサーが壊されてフリーダムの方に行くか、それともニューをちゃんと仕留めるか、どっちにしましょうか。少し迷ってくぞ。ゲロビは当たらずだが、アメキャンでケアしたかと思いつつダウンを取られてしまう。ギリギリで覚醒が溜まってない。縦で溜めたいが向こうが覚醒してしまった。ここからはガブスレ、おお、いつの間にか溜まってる。なんで溜まってるんだろう。覚醒して逃げて一度は安定を取る、まあ、これは食らわなきゃいいかなって感じかな。運よくメッサーも当たってニューガンダムをダウンに追い込んで、ニューをそろそろ落としたい。落としてそのままフリーダムの同時打ちを狙いたいが、お、今 CS が当たった。最近ね、ちょっと使ってる CS、やっぱ溜まない時ぐらいは使っていいかなって感じで、単発 CS だから多分最低限の技性能はあると思うんだよね。まあ、でも間違いなく対応していく技ではないと思う。さあ、前角刺さって後ろ角で打ち上げつつ、この後ろ角派生か、非常に便利。最近もとりあえず後ろ派生してるからな、危なかったら。ここは落ちて、まあ、しかし相方も死にそうだったんでいい選択でしょう。覚醒は早めに吐いてあげたい。吐かないね、意外と。ニューガンダムゲロビで打ち抜こうとするが、ここで覚醒してしっかりズンダを決めようとするが、ありがとうファンネルミサイル。もうあとはニューガンダム視野でもいいって感じですね。相方が落ちてミノフスキークラフトで上からゲロビを当てていく。さすがにこのダメージ密度、クスイガンダムといったところか、上を取って殿下の砲塔を前角で刺していく。前角強い。唐突にプッパすると当たるんだよね。しかも砂ぼこりダウンだから追撃も安定するし。よし、次行こう。3試合目のお相手はクワンタ百式。百式ね、最近バレ始めてきてるね。ゼータガンダム避けらんねえ。なんなら百式のゼータガンダムがアシストの、突撃アシストの中で一番強い説を俺は強く提唱していきたい。ああ、のハルートも強いわ。相手アシスト強いタンクか。まあまあ、ステップアメキャンをちゃんと駆使して当たらないよう努めましょう。ミノフスキークラフト発動して相手をバリアごと打ち抜いて、百式もダウンしていい感じ。クワンタ詰めるか百式いくか。さすがにちょっと低コストに百式ぶつけるのは申し訳ないので、まあ、2体を見る感じで牽制しつつこの中距離を保っていきたいですね。まあ、そろそろバチンと終わって、相方が孤立してて早めに助けに行きたい。まあ、なんとか追い払いつつサバーニャに驚きつつも、ここはクワンタがおばひになったのを相方に伝えて2人で取ってもらう形に。相方ちょっと一人では取れなかったようなので、ちょっとお膳立てをしてあげてダウンを取れましたね。百式やっぱあのピョン角を徹底されるとどうしても取れない時ってか時間がかかっちゃうからね。下手に前行こうもんならなんか格闘突っ込まれて240オーバーとかされたらあんま目も当てられずみたいな。ちょっと相方が減ってきてるので、まあ、この時点でちょっと俺はもうアメイジング先落ちでもいいのかなって踏んでます。うわ、今のやば。でもあれがクスイの日常光景だったりする。相方のエルカクを早々に貯めていただきたいですね。それまで食らわないようにミノフスキークラフトもう切れるし、徹底して後ろに行きましょう。頼む、なんとか相方のエルカクが貯まってくれれば。お、貯まったね。残り体力28で、まあ、間違いなくこの覚醒で無理やりはいけないんだけども、この覚醒渡すという行為に意味がある。みんなエルカクがたまったら叩こう。割とあれは、まあそれこそこんな爆弾状況になったら吐いてなんぼだから脳死しちゃっていいと思うんだよね。こっち百式もピョン角を徹底して、まあ、こっちも、まあ、身の黒たまったし逃げに徹底して、さすがにこの形態の時は、おお、取られちゃった。すぐフラグを回収していく男、まあ言い直して、まあ、この形態ミノフスキー形態ならそこまで抵抗に取られることはないので、まあ、ガンガン徹底しましょう。ブーストもなくなってきたので覚醒してさらに安定を求めていく。ここでミサイルファンネル、ファンネルミサイルが当たってダウンを取る。クワンタもそれなりに減ってるんで、さっさと覚醒していただきたいところですが、まだ向こう溜まってないかな。まあ今ちょっとね、良くないものが見えちゃったんですけど、ザクアメージングがゲロビに焼かれたんで、これはもう自分ゼロ落ちということで。で、いいよね。エルカクガンガン回してもらえるし。まあ、このゲームに限ったことじゃないけども、まあ、爆弾にシフトするなら早め早めの切り替えがやっぱ勝敗につながってくるね。いやー、これ爆弾しないかな、いや、するかな、しないかなって悩んでれば悩んでるほど
あれいつの間にかお互い減ってんじゃんみたいなのがあるから、そういうのは早めに切り替えましょう。グアンダの覚醒を、まあ、ビームアシストというまあ安めの方で済んで、相方もちょっと減ってきましたね。ちょっとまずまずまずってところで百式が復活して、まあ、復活したからといってまだ焦ってはならない。まあ、向こうもちろん覚醒あるし、覚醒を吐かして、これで相手チームに覚醒がなくなったので、まあ、残り時間も加味してガンガン攻めに行きましょう。まあ、相方も覚醒じゃねえわ、復活あるから、まあ、多少強気に、まあ、ここは相方と連携して取った感じですね。こっちにガンガン格闘振るから弾いっぱいちょうだいみたいな、あれやんないと多分タイムアップだったからね。4試合目の相手がシナンジュとレジェンドですね。やはりダブル A 対あたりになってくると、レジェンドは本当8割くらいの確率で出てくるんじゃないでしょうかね。まあ、まさに今をかける熱い2号といったところか。まあ、あいつ確かに強えなって思うけども、レジェンド修正しちゃったらもう2号なんかガチ戦で見れないような気がするんだよね。まあ3000、2000、まあ、どっかの動画で言ったと思うけど、俺そっちの方が好きだからいいんだけど別に。いやでも今の環境で3000、2000が主力になったらもっとタイムアップ増えるような気がするんだよな。際どいと言いつつ、相方だけをゲロビで掘り散らかしていく。いやあれね、格闘決めてたからもしかしたらゲロビで味方もろとも巻き込めるかと思ったけど、そうじゃなかったね、すいませんでした。格闘もらって残り体力が94、減りすぎちゃった感はあるな。ここから覚醒もちゃんと回して、まだまだ死にたくないところ。向こうのレジェンもね、手堅いね、全く食らってない。ゲロビバーカクチャーを打たれてたので打てず、レジェンドのね、やっぱ嫌なところね、スパイクとかカクチャー飛ばされてたらこっち好きなことできないんだよね。どっかでゲロビ当てたいけども、ミノフスキークラフトを展開してシナンジュ追われつつ、そろそろ覚醒吐くのかな。シナンジュを見送り、うわー、ゲロビしっかりガードされて、ちょっと吐きどころが難しいぞ。お、シナンジュがちょっと相方の方行ったから覚醒したが、すぐ戻ってきた。なかなかに。レジェンド追いに行くが、さすがにこの覚醒でワンパンだけは与えたい。ちょっと向こうのシナンジュの誤射も入って安くなってしまったが、レジェンドをダウンさせることに成功して、シナンジュダウン取って、まあ、だんだんと戦況が詰まってきたんじゃないでしょうか。向こうもそろそろ M 覚醒で、あれこれ、俺死んだら覚醒溜まるやんってことで、死んですぐ覚醒吐いてって言って覚醒吐いてもらって、俺も覚醒が溜まったんでそのまますぐ吐いてカバーと思ったら、なんだこのお化けリスポーン。お化けリスポーンね、今作めちゃめちゃ多いよね。何なんだろう、なんか法則性があると。まあ M 覚発動して、うわ食らっちゃった。こういう食らい方一番良くないのでやめましょう。俺もやめたい。さあ失敗しちゃったもんはしょうがないんで取り返していきましょう。取り返そうとして焦ってますね、間違いなく。食らいすぎてんなマジで、本当に良くない。まあ、ここでオラオラと横角を振ったが、しっかりレジェンドにカットされて、まずいですねこれは。なんとか身の蔵を安全に解除して、アメキャンで降りて食らって残り体力104。こっからの勝ち筋はレジェンドミサイルで浮かせて、まあ、もう多分もう一回シナンジュ行こうぜみたいな形になってくんだよな。まあ、お互い覚醒入って、ここは当たるかと思ったが、しっかり見ていたガードされて、格闘指数当たるわけにはいかない。間違いなくあれ104以上減りそうなんだよな。相方が覚醒してシナンジュを動かしてくれて、ミサイルは流れず、おぶね。ここから相手もしっかり M 覚醒入ってアイコにしてこようとするが、こっちも M 覚醒でなんとか落としたい。おっと、永田の神カットが光って、こういうカット日暮さんにいっぱいしてもらった記憶がある。レジェンド落として、しかしターゲットはシナンジュでいいであろう。レジェンドどうせ威嚇持ってるからね。威嚇でレジェンドがシナンジュを守りに来て、おっとおっと、ここメインがなくて落とせなかった。確定でよかったね。なんかひよってサブ展開しちゃった。ここもなんか、おいやす。残り3秒、どう決着がつくか。目を離したシナンジュにレオシグ君がゲルビを当ててくれたんですけども、タイムアップですね。申し訳ない、向こうにも。序盤俺が完全にてんてこまいだったからね、非常に良くなかったこの試合は。つい最近ね、劇場でガンダムナラティブ見てきたんだけど、すごい良かった。個人的にユニコーンでやってほしかった戦闘やってくれたり、
あとまさかの登場人物が出たりで、まあいろいろあって非常に満足な作品でした。見てない人はもう早く早く行って早く、でもう見た人はもちろんコメントでネタバレは NG でお願いします。それでね、その影響でガンプラ熱にまた火がついちゃって、典型的なクソチョロオタクだから、ワンチャンガンプラ制作しながらエクバツ雑談配信みたいなのをしちゃおうかなと企画中でございます。それに伴ってウェブカメラ買おうかなって思ってるから、もしおすすめの製品があったら Amazon のページの URL でも何でもいいから貼ってくれたら勝手に買うのでよろしくお願いします。そして実況、本日最後の試合ですね。ストフリと対マンしつつ、なんやかんやでメッサーでダウンを取ることができた。相方のザクアメイジングもメッサーらにダウンを取っていて、そのままストライクフリーダム落としてもいいんだけども、おっとおっと、ここ多分俺困ってる。逃げられるのがあるんで、ここはメッサーらに圧かけるかと思いきや、ストフリ行くか、いや、ダウンを取られてるだけだ。相方がちょいヘリなんで、少し前に出てやるか、さっきみたいにゼロ落ちを目指すかで変わってきますが、くすいね、メッサーラ取れないんだよね、マジで。こればっかりはね、非常に思う。なんならノルンの方がこれ取れるだろってところがあるから、何がダメなんだろうな。まあやっぱ、素直な武装しか持ってないから。まあでも俺、素直な武装持ってるキャラしかなんかこう、まともに扱えないんだよな、悲しいかな。横角ブンブンは届かず、しかしこれで覚醒は溜まった。早めに入って相方の負担を減らしてあげたい。覚醒して。お、相方 L 覚醒溜まったね。まあ、ここはストライクフリーダムも M 覚醒を吐いて、まあ、これは吐かせることに成功したといった感じか。相方覚醒吐いてもらって、こっちは、ストフリに近づいて、どんどんプレッシャーをかけていきたい。おっと、ここは動かなかったか。しかし俺が早めに死んだことで、まあ、コストオーバーを免れてよしよしといった感じか。覚醒が溜まってるので、すぐ覚醒して、相方のカバーに回る。まあ、L 角相方だと本当に3回覚醒全然難しくないんで、こういう戦い方も全然ありですね。まあ、全然ありっていうか、これが主流だよ。ストフリも減ってるので、こっちが視野か。まあ、先ほど言った通り、メッサーラは非常に狙いにくいので、まあ、後回しにするか、しかし、見られているのならやるしかない。格闘振って、後ろ派生で打ち上げて、ストフリに圧をかけていく。そのまま身の蔵で強化された横をぶん回して、横3セットで終了だね。そんな感じのマッチ修正後の環境でした。強くなりたい。それではご視聴お疲れ様でした。またお会いしましょう。